ツフォーカス。アントニオ猪木さんコラボレーションによるポータブルナビゲーション東根ナビ7のナビゲーション機能についてこちらでご紹介します。株式会社 RWC の関戸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、関戸さん、早速なんですが、はい、これ目的地の設定はどのように行うんですか？はい、まずはメニューボタンをタッチしていただきます。はい、そうしましたらまず地点検索というものをタッチしていただきます。はい、マルチタッチなんで楽ですね。はい、はい、そこういったメニューが出てまいります。はいはい、さらにページを切り替えるとまだあります。お、すごい。今回はこの周辺施設検索で近くのコンビニを探してみましょう。でこのリストを切り替えていただきますと、ああ中にいろいろありまして、はい、ここにコンビニエンスストアというのがありました。あります。ここタッチします。はい、はい、そうしましたら、まあ、ここで全てを、はいはいはい、全て、はい、あ、そうすると全てのコンビニを探してくれるんですね。そうです。便利。そうすると近い順番ですね、このように今現在地から一番近い順に出てきますので、いいですね。はいはい、じゃ一番近いここですかね。はい、こちらをタッチしてみましょう。はい、このように地図が表示されます。ありました。はい、そうしましたらここでこのルート探索というボタンがありますので、はい、これをタッチしますと、はい、もう計算が始まります。はい、これでもうルート案内が開始されます。はい、簡単ですね。猪木さんのメッセージがたまらないですよね。はい、それではですね、実際のルート案内中の地図画面をご紹介します。お台場海浜公園に設定してみました。このように右でいいんじゃないか。お聞きになれますか？ナビの音声案内はもちろんアントニオ猪木さんです。そして地図スケールなんですが、タッチすると地図のスケールを変えることができます。こうですね、広域とか詳細、広域だと広がりますし、詳細は細かいところまで見ることができます。今はですね、はい、あのノースアップといいまして、はい、常にこう北が上の方向になっているんですが、はい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 、ここをタッチしてもらうと切り替わります。はい、参ります。これがまた 3D ですね。いいですね、これ見やすい。はいはい、で次がヘディングアップですね。はいはいはい、通常お使いになられるモードかと思いますね。はい、次に2画面表示、このように2画面が出てますね。はい、今これですよね。はい、例えば交差点、高速道路入り口とかジャンクションの分岐など2画面に分かれて表示されますので、とても分かりやすいです。これでいうと東京料金所までどのぐらいで、用賀まで何キロでとかっていうのも把握しながら走ります。そして猪木さんがですね、常に方向を示してくれるのでとても安心です。地図ソフトは前輪マップ、もちろんオートリルート機能搭載です。東根ナビ7、使い方の紹介でした。関戸さん、ありがとうございました。ありがとうございました。